けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まあこれ編集してるの12月中旬だけどな。一応正月には間に合わせる予定だから、そのつもりでこの挨拶にしたんだけど、はてさてどうなるやら。今回はどこの球団だったっけ？今回は、2018年度セリーグ5位の、中日ドラゴンズだよ。うんまあ、中日の印象って、ドアラ一色なんだが。いやまあ極端だね。でも確かにドアラが前に出てる印象だけど。だから、そういう印象を持っていた人のためにも、詳しく解説していくよ。それは、1936年まで遡る。横浜に大リーグ選抜軍が来日した1934年、読売新聞社が大日本東京野球クラブを、日本のプロ野球球団として結成する。それから遅れること2年、1936年1月15日に、新愛知新聞社を親会社として名古屋軍が誕生した。河野篤を総監督に迎え、池田豊が監督に就任。明治大学の中根進、アメリカ人で保守のバッキー・ハリス、内野の名手羽賀直和、日系アメリカ人の高橋義雄、主将の増加一、スローボーラー森井茂らが初期メンバーとなった。1937年、河野が球団を去りイーグルスを結成すると、中根、ハリス、高橋らが後を追い、池田も混乱を嫌って監督を辞職。後任監督は増となった。主力が抜けたことでチームは低迷し、慢性的な選手不足の戦前職業野球において、大沢清、西澤道夫、村松幸雄など好成績を残す選手が台頭したが、チームの総合力は、東京巨人軍や大阪タイガースに及ばなかった。1942年、戦時下の新聞統廃合令でこの球団の親会社である新愛知新聞社と、1940年まで活動した名古屋金庫軍の親会社である名古屋新聞社が統合し、中部日本新聞社が発足する。1946年2月1日のリーグ戦再開に伴って、中部日本新聞社が経営に復帰する。株式会社中部日本野球クラブを設立し、球団名を中部日本として再出発した。同年、現役遊撃手の杉浦清が監督に就任し、球団史上初の選手兼任監督となっている。1947年のニックネーム導入にあたり、当時のオーナーだった杉山虎之助の絵とである、辰野英役のドラゴンから球団名を中部日本ドラゴンズに改称した。服部嗣広が野手に投手に大車輪の働きを見せて、戦後すぐの球団を支え2位に終わる。しかし、オフの11月1日付で解雇された赤嶺が退団すると、赤嶺を慕う加藤昌司、古川製造、金山二郎、小鶴誠ら11選手も退団し、藤本秀夫も巨人に復帰。そしてまたしてもチーム力が低下し、退団した赤嶺一派は各球団を渡り歩き、赤嶺旋風と言われる混乱を巻き起こした。1948年には球団名を中日ドラゴンズに改称したが、同年は球団史上ワーストタイ記録となる83敗を記録し、最下位に低迷した。オフに木造の中日球場が完成。翌シーズンより球団初の本拠地として使い始めた。1949年は天地俊一が監督に就任し、杉下茂が入団。西澤道夫が打者として中日に復帰する。そして1949年のシーズンオフ、日本プロ野球は2リーグ制となり、中日はセリーグに所属することになる。1950年、この年、球団史上最多となるシーズン89勝を記録したが、セリーグ最多となる98勝を挙げた松竹ロビンスに及ばず、8球団中2位に終わる。1952年、この年、中日新聞社が経営し、巨人、大阪との優勝争いの末、7ゲーム差で3位に終わる。6月3日の太陽ホエールズ戦で山崎善平が1試合6盗塁の日本記録を樹立する。1954年、前年の12月19日に、中日新聞が球団経営を行うと決定していたのを受け、1月14日に株式会社中部日本野球協会に称号を変更して、球団名も中日ドラゴンズに戻した。監督は天地が3年ぶりに復帰した。天地監督は選手からの人望が厚く、監督を親分に見立て、天地一家と俗称された。チームは10月19日に2位の巨人が敗れたことで初優勝を達成する。
その日は東京遠征の移動日であり、監督選手らは横浜駅到着後、電報で優勝を知ることとなった。この年の観客動員は109万7千人で、球団史上初めての100万人を突破している。日本シリーズでは、西鉄ライオンズを相手に4勝3敗で初の日本一を達成。しかし、この年のオフにアマチュア体調不良を理由に監督を退任し、中日球団の副代表に就任した。1956年、この年、優勝した巨人と8ゲーム差の3位。西澤、児玉、原田と工藤ら打線の中心となるベテラン勢の衰えが目立ち、チーム打率は2割2分8厘、本塁打は52本と、大屋根と中山が20勝をマークした投手陣の足を引っ張る形となった。1957年、この年、1954年に日本一に導いた天地が監督に復帰したものの、3位が続いた。そして1958年のオフ、この年の選抜高校野球大会において、83奪三振で奪三振の大会記録を作った坂東英二が入団する。1959年、この年、エースの杉下が監督に就任。球団の方針により30歳以上の選手が全員解雇となり、杉下も選手兼任が認められなかった。稲津富、児玉、大屋根らは各異性のいい投手陣に、野手では、捕手で入団した新人の江藤新一を一塁で起用、入団2年目の前田薬保を三塁や遊撃に抜擢した。チームはこの年、優勝した巨人と10ゲーム差、大阪と同率の2位となった。1960年、この年、チームの投手陣が崩れ、優勝した大洋と9ゲーム差の5位。杉下監督は退任し、大前に移籍した。1962年、この年、日本プロ野球で初めて、元大リーガーのドン・ニューカムとラリー・ドビーを入団させるが、チームは3位となる。1964年、この年、開幕カードとなった大洋3連戦で30失点したのが響き、3月の9試合を2勝7敗と開幕ダッシュに失敗、以降も立ち直ることができず、1948年以来2度目となる球団ワーストタイ記録の83敗を記録し、2リーグ分立後初めてとなる最下位に終わる。なお、同シーズン途中からは西澤が監督を務めた。1968年、この年、キャンプイン直前に、西澤が十二指腸潰瘍の悪化により監督を辞任、杉下が監督に復帰。しかしチームは、2リーグ分立以降初めて同一リーグの全球団に負け越し、最下位となる。そしてオフに、元巨人の水原茂が監督に就任。ドラフトでは1位に星野仙一、3位で大島康則、6位で武田和文、9位で島谷金次と、後に1974年の優勝に主力として活躍する選手を獲得する。1969年から水原茂が監督に就任するが、1969年は4位、1970年は5位、1971年は2位と今一つ伸びなかった。しかし、水原監督の下で育った選手が1972年以降大きく開花し、1974年の優勝につながっていく。1972年、この年から与那嶺要ヘッドコーチが監督に昇格。与那嶺監督、近藤貞夫ヘッドコーチともに巨人から中日に放出された経験があるため、巨人に対しては闘志をむき出し、2年連続で勝ち越して V 級の巨人を苦しめた。1974年、この年、高木森道、星野、松本幸津ら、トーマス・マーチン、谷沢らが活躍し、巨人の V10 を阻止して、20年ぶり2回目のリーグ優勝を果たした。しかし日本シリーズでは、ロッテオリオンズに2勝4敗で敗退する。1976年、この年、後楽園球場の人工芝に全く馴染めず、後楽園での対巨人戦に全敗したのが響いて4位、B クラスに転落する。そしてシーズン終了後、近藤ヘッドコーチが辞任する。1978年、この年、中俊夫が監督に就任。高木が2000本安打を達成するも、その直後に相手選手と衝突して離脱、谷沢がアキレス腱痛で長期離脱し、大島も至急で左手小指を骨折するなど主力野手に怪我人が続出し、チームは5位となる。
1979年、この年、大島が打率3割1分7厘、36本塁打、103打点と活躍し、高木も打率3割、投手陣も2年目の小松達夫がリリーフに定着、3位と A クラス入りを果たす。そして、アキレス腱痛で長期離脱していた谷沢がシーズン終盤に復帰。藤沢公也が新人王に輝く。1982年、この年、星野や木又達彦などのベテランに代わり、平野健や中尾隆義、上川誠二らの若手を登用した。他の野手では大島や田尾康、剣木家、宇野勝、谷沢ら、先発には角源氏、宮古裕次郎ら、リリーフには牛島和彦の活躍があった。野武士野球と呼ばれる攻撃的な打線、系統を駆使する投手起用を見せ、シーズン後半になると巨人との優勝争いになるが、日本プロ野球記録の19引き分けを記録したため、シーズン終盤に2位で優勝マジックナンバーが点灯。10月18日での対横浜大洋ホエールズ最終戦は、小松の完封勝利によって8年ぶり3度目のリーグ優勝を達成する。また、この試合で田尾が対応から、5打席連続敬遠を受け、首位打者を逃した。そして中尾隆義が MVP を獲得した。日本シリーズは西武ライオンズと対戦、2勝4敗で敗退する。そしてこの年限りで星野、木又が引退した。1984年、この年、前年のシーズンオフに山内和弘が監督に就任。巨人戦に14連勝するなどして、優勝した広島と3ゲーム差の2位となった。1986年、この年チームは2年連続5位。山内はシーズン途中で休養に追い込まれた。開幕から監督を務めていた山内のシーズン途中での休養を受けて、シーズン終了まで高木ヘッドコーチが監督を代行した。そしてシーズンオフに星野が監督に就任。牛島、上川、桑田茂、平沼貞治との4対1トレードにより、ロッテオリオンズから、2年連続未完王の落合博満を獲得する。また、共栄高校から近藤真一がドラフト1位で入団する。1987年、この年、ロサンゼルスドジャースとの提携により、ユニフォームをドジャース風に変更する。チームは新人の近藤が、8月9日の対巨人戦で、プロ初登板初先発ノーヒットノーランを達成。5月には一時的に首位に立つも、巨人の猛烈な追い上げの前に、最終的には2位となる。シーズンオフに大島と平野を放出。また、この年甲子園で春夏連覇を果たした、PL 学園の立浪和義がドラフト1位で入団する。1988年、この年、4月終了時点で首位広島に8ゲーム差の再開、7月8日に6連敗で29勝31敗に分けで借金を2としていた。しかし翌日以降巻き返し、結局50勝15敗3分け、10月7日に逆転で6年ぶり4度目の優勝を果たす。そして、生え抜きである監督での優勝は球団史上初となった。また平野との交換トレードで西武から移籍した小野和幸が最多勝で、小松と共に先発陣を牽引、リリーフの角が44セーブで MVP。立浪が新人王に輝いた、日本シリーズでは西武と対戦したが、1勝4敗で敗退した。1990年は4位と B クラスに沈むも、1991年は優勝した広島と3ゲーム差の2位となる。そして同年オフ、星野が健康上の理由で監督を退陣する。1993年、この年、今中慎二と山本昌宏の、ダブル左腕エースが共に17勝で最多勝、今中は沢村賞、山本は最優秀防御率のタイトルも獲得する。しかし、前半戦で2位以下に大差をつけて独走したヤクルトが優勝、中日は2位に終わる。シーズン終了後、落合が巨人に FA で移籍する。1994年、この年、シーズン中盤まで巨人との首位争いとなったが、8月18日からの8連敗となり、9月に入るとこの年に任期が切れる高木監督の後任として、星野の名が報じられたが、9月20日からの9連勝などで首位の巨人に並び、10月8日、史上初の最終戦同率首位決戦となった。試合は3対6で敗戦し2位に終わった。
この年はアロンゾ・パウエルが首位打者、大砲安明が本塁打王と打点王、山本昌が最多勝、角が最優秀防御率のタイトルを獲得。また、高木監督も契約延長となった。シーズンオフに FA で金村義明が入団、中日では初の FA 入団選手となった。1996年、この年は名古屋球場最終シーズンとなった。韓国の至宝と言われた先導列が抑えとして期待されるも、日本の野球に馴染めず不振に終わる。8月11日の巨人戦で野口茂樹がノーヒットノーランを達成する。この年は巨人によるメイクドラマの年だったが、巨人があと1勝で優勝という時点で勝ち続け、9月24日から6連勝。結果的に2位で終わるが阪神には5年ぶりに勝ち越した。この年は大砲、本塁打王になった山崎武、3年連続で首位打者になったパウエルを主軸とした打線が活躍を見せ、恐竜打線の相性も一層の定着を見せた。1997年、この年、名古屋ドームに本拠地を移し、狭い名古屋球場から一転して広くなった名古屋ドームに、野手陣の慣れが追いつかず、前年の恐竜打線も沈黙、チーム防御率は11位と低迷し、5年ぶりの再開に終わる。オフには阪神との交換トレードで矢野と大砲を放出し、関川浩一と久慈を獲得した。この年のドラフトでは川上健進を1位、井端弘和を5位で指名した。1999年、この年、開幕から11連勝し、投手陣は、野口や川上、山本まさに大A から FA で移籍してきた武田和弘の先発陣に加え、新人の岩瀬ひときが65試合に登板、サムソンリー、落合英二らと共に不動のセットアッパーとなる。そして9月30日の神宮球場でのヤクルト戦で、11年ぶり5度目のリーグ優勝を果たした。前半戦を首位で折り返しての優勝は球団史上初となる。福岡ダイエーホークスとの日本シリーズでは、中日が圧倒的有利とされていたが、主力の不調により1勝4敗で敗退する。2001年、この年、開幕直後に横浜の春敏夫と種田、山田による1対2の交換トレードが成立する。チームは不調でシーズン5位となり、4年ぶりの B クラスに終わる。星野が健康上の理由で監督を辞任し、前田幸永、武田が退団し、揃って巨人に移籍する。また谷繁元信が FA 移籍で加入し、中村武史が金銭トレードで横浜に移籍する。2003年、この年、一度は入団契約を交わしながらも突如本位し、ボストンレッドソックスに入団したケビン・ミラーの代わりに、ロサンゼルス・エンゼルスより、アレックス・オチョアが来日する。開幕後約1ヶ月は首位を走っていたが、谷繁の戦線離脱以降失速する。チーム最多勝は、前年オフにオリックスからトレードで移籍してきた平井誠司で、川上と朝倉健太と、前年好成績を残した二人の怪我による離脱などもあり、ローテーションを守ったのは山本昌だけであった。7月5日の東京ドームでの巨人戦で、立浪が球団史上3人目の通算2000本安打を達成する。打線は4番打者が誘導的で固定できなかった。5位に低迷していた9月9日に、山田の監督休養を発表し、ヘッド兼打撃コーチの佐々木恭介が監督代行となった。佐々木代行就任後は好成績を残したが、最終的には、優勝した阪神に勝ち越しながらも、14.5 ゲーム差の2位で終わる。そして同年のオフ、落合博満の監督就任を発表した。2004年、この年、開幕3連勝するなど、4月を勝率5割で終えるが、5月には一時最下位に転落。しかし中旬以降は立ち直り、26日には首位に浮上する。6月は巨人と首位争いとなり、20日から7連勝で首位に立つと、以降は安定した戦いぶりを見せ、10月1日にマジック大賞の3位のヤクルトが敗れたことで、5年ぶりに優勝を達成する。日本シリーズでは西武と対戦し、2度の逆転負けもあり3勝4敗で敗退した。2006年、この年、投手陣と堅守、打撃陣がうまく絡み合う俺流野球で、6月半ばから首位を独走、8月に球団史上最速でマジックナンバーを点灯させた。
9月16日の阪神戦では、山本昌が史上最年長でのノーヒットノーランを達成する。シーズン終盤には阪神の猛追に遭うものの、一度も首位を明け渡さずに、10月10日に2年ぶり7度目のリーグ優勝を決めた。川上が最多勝、最多奪三振、岩瀬が最多セーブ、福留が首位打者と MVP、タイロン・ウッズが本塁打王と打点王のタイトルを獲得するなど、この力が際立ったシーズンでもあった。しかし、日本シリーズでは北海道日本ハムファイターズと対戦し、シリーズ全試合1番2番を張ったアライバコンビが38打数5安打と絶不調であった。そしてタイロン・ウッズが本塁打も打点も全く稼げず1勝4敗で敗退する。2008年、この年、大リーグに移籍した福留の穴埋めとして、ライオンズから FA 宣言した和田和弘を獲得した。チームは5月14日の東京ヤクルト戦で、森野が左ふくらはぎ肉離れを起こしたのをはじめ、6月にはイ・ビョングとイバタ、8月の北京オリンピックでは荒木と、レギュラーが次々と離脱した。平田洋介以外にそれを補うべき若手も現れず、535得点はリーグワースト。チームの得点圏打率とチーム打率がともに、2割5分3厘と12球団ワーストで、111のダブルプレーを喫したのもリーグワーストだった。また投手陣も、前年活躍を見せた中田、朝倉、川上が、怪我や不振で19勝止まり。病も怪我で2試合の登板に終わった。唯一、吉見一輝が先発、中継ぎでフル回転し、後半戦は2年目の清水明信が完投するなど若手でカバーしたが、先発ローテーションが1年間固まらずチーム史上初の規定投球回到達者なしに終わった。それでもチームは3位となり、CS の出場権は確保した。CS 第1ステージは阪神との接戦を2勝1敗で制したものの、第2ステージでは石膏と投手陣の不調もあり、巨人に1勝3敗1引き分けで敗退し、3年連続日本シリーズ進出はならなかった。この年、山本昌が史上最年長となる42歳11ヶ月で通算200勝を達成。そしてオフには、FA で川上が大リーグのアトランタブレイブスに、中村紀洋が東北楽天に移籍する。2010年、この年、チーム打率が12球団中11位だったものの、チーム防御率は12球団最高の 3.29 となった。チームは、一時は首位巨人に最大8ゲーム差をつけられたが、浅尾や高橋ら中継ぎ投手陣の活躍、和田や森野らがチームを牽引する一方で、井端に代わってレギュラーに定着した堂上直道ら若手の台頭などもあり、後半戦から追い上げを見せた。優勝マジックを1とした10月1日、チームは試合がなかったものの、マジック対象の阪神が広島に敗れたことから、4年ぶり8度目のリーグ優勝となり、巨人のリーグ4連覇を阻止した。この年、自己最多の37本塁打を放った和田が MVP に輝いた。CS では、3位の巨人と第2ステージを戦い4勝1敗として、3年ぶりに日本シリーズ出場を果たす。しかし、千葉ロッテマリーンズとの日本シリーズでは、第6戦、第7戦で2試合連続の延長戦となるなど接戦を演じたが、2勝4敗1分けで敗退した。2012年、この年、開幕戦の広島に勝利し、引き分けを挟んで5連勝で5月8日に首位に立つ。交流戦では、セリーグでは巨人に次いで2位で、6月を5割の成績とすると7月1日には巨人に抜かれて2位となる。その後は巨人に離される展開で、最終的には巨人と 10.5 ゲーム差の2位に終わる。CS のファーストステージでは2勝1敗でヤクルトに勝利したものの、続く巨人とのファイナルステージでは3連勝の後3連敗で敗退した。2014年、この年、序盤から低調だったものの、交流戦では一時首位に立つなどしたが、8月上旬に和田がデッドボールを受けて故障した上、打撃陣が軒並み不振に陥り球団ワースト記録の月間20敗を記録する。9月5日、山本昌が阪神戦に先発として登板、5回無失点で勝利投手となり、浜崎慎二の持つ NPB 史上最年長試合出場記録と NPB 史上最年長勝利投手記録などの最年長記録を更新した。しかし、9月20日の阪神戦に敗れ、球団では28年ぶりの2年連続シーズン負け越しが決まり、
最終的には28年ぶりの2年連続 B クラスとなり、最終成績は4位に終わった。2016年、この年、球団創設80周年を迎えた。チームは新加入の至高ビシエドの活躍で、序盤は A クラスに食い込んでいたが、抑えの福谷浩二が安定せず、2軍に降格するなど救援陣が固定できなかった。また、交流戦あたりからチームは低迷していき、最下位に転落した。極度の低迷を受けて8月休暇に、谷繁監督と共に守備コーチの佐伯貴弘の休養が発表された。なお、監督代行はヘッドコーチの森重和が務めることになった。以降も低迷は続き、本拠地最終戦となった9月25日の阪神戦に敗れ、19年ぶりの再開が確定した。2018年、この年、前福岡ソフトバンクの松坂大輔が入団テストに合格し契約を結ぶ、マツダスタジアムでの開幕3連戦は、80年ぶりに全試合逆転負けでの3連敗を喫し、手足からつまずいた。4月5日の巨人戦で松坂が12年ぶりに日本で先発登板を果たし、同月30日の横浜戦で12年ぶり、日数にして4241日ぶりに NPB で勝利投手となった。森監督で初となる勝率5割や3位も経験したが、9月12日の阪神戦に敗れ優勝の可能性が消滅。9月28日には6年連続の B クラスが確定し、2年連続の5位でシーズンを終えた。個人成績では、ビシエドが首位打者と最多安打を獲得したほか、平田とソイロアルモンテが打率5欠に入るなど、打撃陣の奮闘が目立った。そしてシーズン終了をもって森監督が退任し、後任には球団 OB の与田剛が就任する。一方、ドラフト会議では、大きな注目を集めた根尾明を4球団競合の末に獲得した。2019年、この年、3月4月は首位争いをするなど前線していたが、アルモンテ、笠原翔太郎、平田、福田信正など主力選手が、怪我や不調などで相次いで離脱してからは、一転借金9になるなど苦戦が続いた。5月は高橋周平が猛打賞を8回達成し、川上哲治や一郎などと並ぶ月間猛打賞記録を達成した。交流戦では柳龍也が防御率 1.17 を記録し、日本生命賞を受賞した。7月に8連勝し2位タイまで追い上げたが、その後好調の高橋、アルモンテが相次いで負傷離脱したこともあり大幅に失速する。そして9月14日に大野雄大が阪神戦でノーヒットノーランを達成する。名古屋ドームでは、山本昌以来2人目の快挙となった。9月、自力での CS 出場の可能性も残っていたが24日の横浜戦に敗れ、7年連続の B クラスが決定した。また、ドラフト会議では高校ナンバーワン野手とも名高い、地元愛知出身の石川昂弥を1位指名し、オリックス、ソフトバンクでの3球団競合の末、与田監督が当たりくじを引き当て、交渉権を獲得した。前年の根尾に続き2年連続の高卒野手指名、複数球団による競合となり、その中での交渉権の獲得となった。そしてこの年、中日のドアラが年俸の食パン 600g から、ちょい増しとして、食パン 612g でサインした。とまぁ、今回はこんなところかな。いや何がとまぁだ、結局ドアラに頼ってんじゃねえか、ところどころに忍び込ませやがって。いやぁ、やっぱ中日といえばドアラだと思ってね、それよりもどうにか年内に編集を終えることができたよ。今はクリスマス前、まあうぷ主ぼっちだから関係ないけどな。結構無理やりやってたけど、意外といけたね。でもまあきつかったよ。あとは、これを正月あたりに時間指定で投稿できれば完了だよ。まあその辺のことは今はいいんじゃないか。それもそうだね。じゃあ今回はこの辺で。次回は、2018年度パリーグ5位の、千葉ロッテマリーンズだよ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。